にちは。千葉のラーメン YouTuber マーミンです。今回はですね、ラーメンウォーカーチャンネル私の推し麺ということで、毎日千葉県内でラーメンを食べ歩いている私マーミンがおすすめのお店をご紹介させていただきたいと思います。今回のお店はですね、じゃじゃーん、泥そば屋ひろしさんです。泥そば屋ひろしさんは2011年創業、千葉のラーメン激戦区とも言われる京成大久保で11年間もの間行列を作る人気店さんです。早速中に入ってみたいと思います。メニューは全部で7種類、あっさりとしたつけそばなどもありますが、今回はお店の特徴でもあるドロドロスープの豚つけそばチャーシューをいただきたいと思います。お待たせしました。こちらが豚つけそばチャーシューです。見るからに濃厚なスープ、極太麺と綺麗な色のチャーシューが食欲をそそりまくります。いただきまーみん。早速いただいていきます。泥そば屋ひろしさんといったらやっぱりこの極太の麺、自家製麺です。まずはスープにつけずにいただいていきたいと思います。もう麺だけで全部食べれちゃいそうなぐらいうまみんです。こう噛めば噛むほどね、小麦の甘みが口の中中に広がるんですけど、香りの良さがすごいです。では麺をね、せっかくなのでスープにつけていただきたいと思います。長い、麺が長い。じゃじゃーん、見てください、スープがドロドロすぎて麺が全然沈みませんですが、どっぷりと沈めてたっぷり絡めて、チュ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 、ドロドロ、めちゃくちゃうまみんです。もう何度食べても感動がやばーみんです。うまい、こちらのスープはですね、豚骨と鶏ガラがベースのスープで、そこにカツオの魚粉も入っているので、動物系のうまみと甘みがたっぷりのところに、本当すすり上げるとね、カツオの香りがふわっと広がるんですけど、もうね、そのすべてがめちゃくちゃ最高にうまみんです。泥そば屋ひろしさんの麺は麺の長さが普通の一般的なつけ麺屋さんよりすごくこう長いんですよ。なのですすり上げた時にやっぱ長い分鼻から抜ける香りの良さがこうずっと持続するので、もうね、旨味をダイレクトに感じることができます。
チャーシューはですねロースなんですけど、最初にしっかりとした肉感あるのかなと思ったら噛んでるうちにねすぐ消えちゃいました。そのぐらい柔らかくてうまみです。いやーこれ3枚もあるの嬉しいですね。スープの中にメンマとかね角切りのチャーシューも入ってるのでちょっとお肉で巻いて食べちゃおうかな。いただきます。メンマもねめちゃくちゃ柔らかいです。ではチャーシュー最後の1枚はこうね麺を巻いてそしてこのままスープにドボン。いただきまみん。そしてですねこのねスープの中にバラチャーシューがねめっちゃゴロゴロ入ってるんですよ。もうこれがプルプルでトロトロでホロホロでめちゃくちゃうまみなんです。そしてですね、麺を食べ終わった最後に楽しみがあります。じゃじゃーん、スープ割りです。めちゃくちゃ香りがいいです。今日のお出汁はカツオ、煮干し、カツオサバ煮干し、愛情、愛情だそうです。はい。また結構つけ麺のスープに玉ねぎが入ってるんですけどなんかねスープ割りするとなのかなレンゲですくってるからかもしれないんですけど玉ねぎのねシャキシャキ食感すごいいいです。ごちそうさまみん、うまみんでした。はい、ごちそうさまでした。いやー、泥そばひろしさんめちゃくちゃうまみんでした。ドロドロ濃厚スープと極太の自家製麺相性抜群で本当に本当におすすめなのでよかったら皆さんもぜひお店に来てみてください。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。